強い握り拳を作ったそんな姿が印象的でしたけれども、神戸から取った勝ち点3、どんな勝ち点3になりましたか？まあ、前節我々は大敗してましたし、ルヴァンもね敗退したんで、ここで連敗するわけいかなかったですし、自分たちが目指すものっていうのをもう一度みんなで確かめたかったんで、立ち位置変えましたけれども、全員が今日に向かっていい準備してくれたんで、本当に全員が掴み取った勝利だなというふうに思います。その立ち位置を変えたタイミング、それを決めたタイミングと、あとその狙いについて改めて教えてもらってもいいですか？3バックっていうのは私の中ではこのチームの大きな武器だと思っていたんだけれども、なかなかそれを試すタイミングなかったんですが、前節の大敗っていうのがもちろん怪我人の関係もありますけども、一つのトリガーになってくれるといいと、このチャンスを逃したくないと思ったんで、全員で真摯に短い時間で取り組んで、本当短い時間の中でいい成果出してくれたなというふうに思います。小永選手のクロスから生まれたオンゴールでしたけれども、オンゴールの瞬間はどういうふうにご覧になってましたか？後半になったら絶対自分たちの時間になると思ってたんで、よく前半をみんなで耐えたなと、全員で後半が勝負だと思っていたんで、あそこはちょっと落ち込めた時間帯だったと思うんでね、彼の魂にこもったクロスだったと思うし、サポーターがゴールに吸い込ませてくれたんじゃないですか。次節は中6日空いて札幌戦になりますけれども、どんな準備をして向かいますか？我々は何も諦めてないですし、自分たちのスタイルっていうのを確立したいと思ってるんで、今日勝ったとて前節の大敗っていうのは忘れてないので、一個一個成果と課題をしっかり積み上げていきたいと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。